朝日の0、桑沼ゴールです。次者つくしとニラを炒めてます。これミンミンの餃子67円、これかすり汁です。それではいただきます。まずはかすり汁から。あ、これはうまい。いやー、ミンミンも値段の割にはうまいんですよね。食べたいですね。うん、うまい。このシャキシャキ感がいいね。うん、新型コロナいつ収束するんでしょうね。これ本当にバイオテロかなんかじゃないのかな。こんなにね、感染経路不明の人たちいっぱいいるわけだし、もし本当にゼロならやばいですよね。まあさすがに本当に比べるとね、やばいなと思ってジムには行ってないんですけども、まあそれは正しいのかどうかね、わかりませんけど、まずは拡大の停止っていうか、拡大を抑えないとね、収束させないと。Thank you.
某国がやったと思っても納得がいくんですよね。お荷物ですとか言うから受け取ったんですけども、覚えないんですよ、注文したとか。もう名前書いてあるし、発送席はなんとかいう会社で、入ってみたら買ったと思います。 K さんなんですよ。ちょっと SD カードの容量は足りませんでした。改めて撮ります。さっきのブラックタイヤのマスクなんですけども、 K さんがね、酔っ払って Amazon で買っちゃったんですよ。見てるつもりだったでしょうけど、買いますってボタンを押したって、あとはもう購入確定ですよ。
か改造して香るようにしたいと思うんですけどね。新学期始まりましたね。だけど、まあ、入学式はできない学校が多いみたいで、ちょっとそれはね、悲しいですよね。やっぱり新学期といえば4月に1人1匹ですからね。今感染している人が増えている時期なんで、そんな時に学校に出産に入ったら確かにやばい部分もあると思うんですけど、感染症の病気って怖いでしょうね。シルフスとかインフルエンザってそうだし、ヘパー出血熱とかもね、友達に。そのウイルスは、なんでそんなになるんだろう。人工的に手を使えなくても自然発生するものなのか、人間が手を加えたからなのか、その辺はなるですよね。
妈妈的今じゃないって感じですよね。とりあえずは手洗い、アルコールでの手洗い、アルコールでの手洗い、アルコール手洗いそううがいね、それだけをきっちりしようかなとは思ってますけど、まあ僕はうがいできないんですよね。お湯飯水が必ずしたら全部喉に直接入っていっちゃうんで、もう蒸しちゃいます。ダメです。だからまあぐじゅぐじゅってするぐらいなんですけども、まあなんとか早くね、この流行が収まってほしいですよね。まあ入院させる方頑張ってください。そして僕らもね、菌を拡散させるようにしなければいけませんね。はい、それでは今日の飯の方はこれにて終わります。ごちそうさまでした。